どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、埼玉県にあります、スープカーリー CS さんにやってまいりました。こちらにはですね、札幌発祥の、スープカレーが楽しめることで、今回もやっていくんですけども、なんとですね、辛さレベルが今回も選べます。で、一応ですね、表向きとして辛さレベル1から7まで、一応あるんですけれども、なんと、今回ですね、裏メニューで、辛さレベル10というものがあるそうで、辛さレベル10に関してはこの辛さレベル7をクリアしないと一応挑戦できないものなんですけれども、今回ちょっと特別に、チャレンジさせていただくことになりました。辛さの源としては、スパイスですね。スパイスを十数種類ぐらいこう使って、なおかつそこにピッキーヌと激辛唐辛子のハバネロを使った激辛メニューになります。で、一応この辛さレベル10に関しては、今まで挑戦した方が、1人で、完食した方も1人ということで、今だとね、完食率が、1人しかいないということで、誰が完食したんだかと思いきや、話を聞くとね、なんかマッチョなおじさんが完食したということで、あ、もしやと、ピンときました。今井マイケルさんがね、完食したということで、今回もね、ちょっと僕は、同じメニューにちょっと挑戦したいかなと思います。それでは、行った人の感想を見ていきましょう。スープカレー CS、 ずっと気になってたの、やっと行けました。カレーなのにスープは透明感があり、豚肉はでっかい、グリルした野菜が超うま。3辛を食べたら結構辛い、7辛まであるけど私はこれが限界ということでね、まあ本当に、まあ美味しく食べるならどれぐらいですかね。まあ辛さレベル5とかもね、なんかいろいろこう自分の好みに合った、感じになりますけども、今回ねこの辛さレベル10チャレンジしていきたい思います。それでは行きましょう。レッツゴー。あ、いただきます。さあ、柔らかチキンベジタブル辛さ10、お手並み拝見です。こんにちは。あ、おお、ものすごい刺激臭だ。よし、じゃあまずスープからいきましょう。いただきまーす。あー、強烈だな、おい。ハバネロのパウダーを小さじ5杯、そしてタイの激辛唐辛子、ピッキーヌの、生の唐辛子、粉末唐辛子、そしてカイエンペッパーをふんだんに使っているところね。辛さが強烈だ。すごいよ。そして野菜が豊富ですね。ナス、かぼちゃ、パプリカ、大きなじゃがいも、素晴らしいね。16個目をディップして、チキンは骨からほどけ落ちるほど柔らかいです。うん、うまい。ハバネロがすごい強烈。汗が止まんない。
汗が止まんないぜ。なんだついつい辛いもんだからご飯ばっか進んじゃうんだこれ。この乾ききった砂漠に一つのオアシスを発見した。頼むよ我に力を。逃げ場のないからさ。粉末状の唐辛子と粗刻みにしたピッキール、この辛さのダブルパンチ、いやトリプルパンチはねものすごい。あーこれやばいよ。きつな、これが辛い。ピッキール青唐辛子、これ辛い。うお疲れ様でした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。柔らかチキンベジタブル10から辛さレベル、じゃらららじゃら辛さレベル8です。8です。いやーもうね、このハバネロと超激辛唐辛子のハバネロと、タイのね唐辛子ペッケーナ、
粉末と、荒刻みにしたもの、もうね、このトリプルパンチ、そこにカイエンペッパーですね、もうどんだけ唐辛子入れるんだという、もう逃げ場のない辛さでした。非常に辛かった。もうね、汗もね、お前サウナに入ってきたのかと言わんばかりにもう滴り落ち、止まりません。まさにデトックス。野菜もね、本当に新鮮で、美味しかったです。ただめちゃくちゃ辛いですけども、一応ですね、まあおすすめな、まあ辛さというか一般的なね、中辛程度の辛さはね、この辛さは2辛となってますんで、まあ辛いの苦手な方とか、美味しくこうスープカレー食べたいよっていう方はね、ぜひ2辛とか、1辛とか、そういった辛さで挑戦する方がいいかなと思います。これはね、辛かった。若干歯がしびれてます。それぐらい強烈でした。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、ツイッター等々更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。